皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はこちら、じゃじゃん、エフェボーおじさんのサブボード、この夏に完成したばかりなんですけどもね、10台もの、ね、エフェクターをですね、スイッチャーで制御するというね、サブボード JC120 専用ボードだったんですけども、こちらを今回組み替えようということで、メインのね、ボードと同じ大きさにしようということですね。でスイッチャーからですね、LS2、こちらでクリーンと歪みを一発で切り替えられるようにしようということが一つ、それから今回のきっかけになったのが実は NS2、 今ね動画でサウンドをアップしようとしてますけども、歪み2台、アナログをですねかけるとすごい歪みじゃないノイズなんですけど、これがね除去できるということで、ちょっと感動してしまいましてですね、どうせならスイッチャーなしにして LS2 の制御にしてですね、サブボードを組み替えるということで、脱スイッチャー、そしてシンプルにコンパクトにして、メインボードと同じ大きさの、ハードケースの中に入れようということで JC120 専用サブボード、作っていきたいと思います。これは本当にワクワクドキドキしますですね、楽しみにお待ちいただきたいと思います。ありがとうございました。